はいみなさんこんにちはチームハロンズ黒川ですオーストラリアドル円のテクニカル分析を三分で解説します本日ロンドン市場の見通しとなりますまずは結論からはい二時間足ボリンジャーバンド一目金公表下落トレンド進行中ストキャスティックス買いシグナルが点灯ということで二時間足ベースは買い戻し優勢も上値の重い展開と考えておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します はい、まずは2時間足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線下落しております。2時間足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中です。2時間足ストキャスティックス強い買いシグナルが点灯ということです。はい、こちら2時間足の一目均衡表です。下落トレンドの形状をしております。 ははいそれでは本日、ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは95円ちょうどレベル、95円ちょうどレベルと考えております。レジスタンスラインです。レジスタンスラインは96円ちょうどレベル、96円ちょうどレベルと考えております。 はい右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から口座解説をしたキャンペーンにエントリーしていただきますと通常の口座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨1 6ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことで、オーストラリアドル円本日ロンドン市場の予想レンジです。95円ちょうどレベルから96円ちょうどレベル、95円ちょうどレベルから96円ちょうどレベルということです。ポイントです。5月、小売、売上高、上振れ、5ドル買い進行ということで、はい、本日アジア時間に発表されました5月の、 オーストラリアの小売売上高なんですが、はい、前月比が市場予想を大幅に上回ったということで現在5ドル円は買い戻しが優勢ということです、はい、そんな中、チャート形状的に言いますと2時間下忍者バンド1目金好表ゲラフトレンド進行中ストーキャスティックス強い買いシグナルが点灯ということでオーストラリアドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には買い戻し優勢も上値の重い展開と考えております。オーストラリアドドル円本日ロンドン市場の 見通しチャート形状的には買い戻し優勢も上値の重い展開と考えております最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします本日は以上となります